Wi-Fi 情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんに役立つ情報を、ベイの Wi-Fi 情報教育。はい、こんにちは、ベイです。昨今ではもはや水道電気ガスに次ぐ重要なライフラインとなった Wi-Fi について本日もお話ししていきます。今回はピタッと Wi-Fi 50GB プラン登場についてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。2020年3月18日通信障害が発生したどんな時も Wi-Fi、 そのまま長い間続く通信障害と問題ある対応を続けた結果、ついに総務省からの行政指導が入り、8月24日無制限プランの廃止が決定した。その他にも無制限使い放題って言ってる32社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態の Wi-Fi 業界。今回は何かに張り付いたような感じのあの Wi-Fi の新プラン情報です。ということで Wi-Fi ニュースの時間です。本日のラインナップはこちら。1. ピタッと Wi-Fi 50GB プラン登場。 2. みんなの Wi-Fi 状況 Twitter& ごちゃん &YouTube まとめ。それでは行ってみましょう。1. ピタッと Wi-Fi 150じゃないや 50GB プラン登場。I と1が間違う。さっきからずっと間違えそうだったけど、ついに間違えた。以前アップした動画のコメント欄にて、戦闘力マイナス53万さんから Wi-Fi 情報をいただきました。情報提供ありがとうございます。コメントドン。そういや、ピタッと Wi-Fi も新プラン出てたな。50GB プランだっけかとのこと。ピタッと Wi-Fi は爆誕した時に調べてましたね。見てみましょう。ピタピタピタッとキャンペーン実施中。ピタッと Wi-Fi。2020年7月に爆誕したピタッと Wi-Fi。比較的新しい会社ですね。まずはおさらいからいたしましょう。料金プランは3つ。10、20、30GB がそれぞれ2000、2350、2500円ですね。初期事務手数料は3000円、送料1000円、18ヶ月縛りあり。で、解約金は1万5000円から半年ごとに5000円ずつ下がる珍しいタイプですね。そしてクラウドシムです。ルーターは U3 で、どんな時も Wi-Fi などで使われている主流の U2S の後継機。そしてピタピタピタッとキャンペーン中で、初月基本料無料、初月オプション料無料、送料無料で最大4100円相当無料とのこと。今だけと言っていますが、爆誕当時から3ヶ月間ほど継続してキャンペーンしていますね。まあ、ここまでが爆誕してから変更せずに運営しているようです。そして今回の新プランがこちら。ドン。新プラン月 50GB プランスタート。月額2800円。 30GB プラン2500円から300円アップで 50GB と大容量になる方がお得ですね。ただし1年半の縛りがあるのでご注意を。そして同じ 50GB で考えるなら、富士 Wi-Fi の実質1年縛りのようなデポ込みコース適用時の価格が2400円です。しかもこっちは1年未満の解約時の支払いは5000円ですね。うん。いやでも電波状況とかはわかりませんからね。いろいろと情報を集めて比較してご自身でご判断ください。ご契約は計画的に。2. みんなの Wi-Fi 状況 Twitter& ごちゃん &YouTube まとめ。Wi-Fi の状況を正しくつかむには、お金をもらって宣伝している YouTuber やボットツイートの情報ではなく、何の利害関係もなく情報発信している一般ユーザー。みんなの Wi-Fi 状況をさらっとまとめ。真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいらしいのでお気をつけよう。情報源は Twitter とごちゃんと YouTube コメント欄。今日はちょっと二日酔いです。それでは行ってみましょう。まずは Twitter ドン。楽天 5G 安いな。乗り換えるなら楽天にしようかな。今悩んでるとこなんだけど、来月でどんな時も Wi-Fi も死ぬし、ちょうどいいかも。どんな時も Wi-Fi かっこポケット Wi-Fi で流行りのアルミホイールウォールを作ったら回線速度がぐんと上がった。ぜひお試しあれ。来月解約するけど、どんな時も Wi-Fi。 むむむ、うまくいけばどんな時も Wi-Fi くんから5000円戻ってきそうなのだ。ようやく光回線開通。クソ中のクソ、キングオブクソだった。どんな時 Wi-Fi から EO 光に乗り換え。 20Mbps 前後から 300Mbps 超え。さすがに早え。安定して何もかもサクサク動くし超快適。どんな時 Wi-Fi のサービス終了に伴い光回線に切り替え。マンションで契約者少ないのか爆速。このまま速度出るといいな。現場からは以上です。光回線最強ですよね。やっぱり検討しようかな。続いて以前アップした動画のコメント欄から抜粋。いつもたくさんの情報ありがとうございます。コメントドン。ブランジーノさんから、基本的にどこもクラウド Wi-Fi は信用ないな。自分は au データマックスプランですがね。戦闘力マイナス53万さんから、 PS5 の予約注文とドンファイに電話がつながる確率はどっちが高いんだ。
外角スライダーは法律違反さんから、ポケマッハとチャット Wi-Fi 同じ申し込みデザインだよ、裏側は同じところに委託してるかもね。ペンテルさんから、今のドンファイのサポート電話の状況はメンタルが強靭な屈強なサポート電話要員を教育するにはうってつけの状態なので、他の人材派遣会社から請負いで契約してそう。楽天アンリミットの回線は人口率 70% のカバーで、パートナー回線のローミングが終了しちゃうので、ちょうどいいタイミングで1年経ちそうだし、即解約でお世話になりましたですね。ゆうすけ吉田さんから、最後まで見ましたよ、とうとうドンファイもフィナーレですかね、まあ早めにさよならしといてよかった。というか 25GB 組に入った時点で無理でしたけどね。また情報よろしくお願いします。リナズフォーエバーさんから、やっぱ富士 Wi-Fi 解約しない方が良かったかな、 300GB3480円だったからな。契約やめて新たにクラウド Wi-Fi 東京にしたら、コロナ来て全く届かず2ヶ月だけで解約ですわ。楽天モバイル契約迷い中、ドコモ 60GB ギガホにあり。木落とし一農兵さんから、詐欺は騙す方が悪い、騙された方には何の責任もない、それでいいのか。純長野さんから、無制限も 100GB も結局は大半のメイン回線はソフバンですよね。米さんの測定動画でも20-30bps と上々。でもソフバンは自分のエアーは1桁 BPS がザラと効くし、なんで自分とこのエアーの電波品質を改善しないんでしょうね。野呂太郎さんから、みんなの楽天の扱い、 YMAX が2012年の時に人口カバー率 90% とか、それで基地局2万（現在4万）（YMAX と YMAX2 プラスとは違うかもしれんけど）、楽天現在がアバウト5000局ぐらいで、未開局がアバウト1万局ぐらいとか、アバウト1万5000局ぐらいあれば 70% （来年3月）は行くのかな。来年の夏に 96%、 本当にできるのか？無理そう。もう一個、野良太郎さんから、今日も地元の山（初めて行く）をラジコ流しながらバイク走ってきた。回線全然切れない、人口カバー率 99% ってすげえな。現場からは以上です。山の中でも電波が入るって文明ってすごいですよね。続いてごちゃんのどんな時も Wi-Fi スレッドから抜粋ドン。キャッシュバックって口座をメールで送らなきゃいけないのかよ、こわ。どこも口座問題出てるからなおさらな。この端末で富士使うから返したくねえな。日本語がおかしいやつが売ってて怖すぎるぞ、 Amazon のプリペイドシム。また点滅タイム始まった、23時から6時は全く繋がらん、クソもいいとこ。コールセンターのお姉さん疲労困憊でかわいそうだったな。おい、今日朝から10回以上停止してんぞ、一体どうなってんだ。今日2、30分おきにずっと点滅繰り返してる、こんなひどいのは年始めの例の事件以来。通常組は点滅してるならそれで保証要求すればいいじゃん、残り期間無料にしてとか。もちろんみんな30ギガライトプランまで行くよな。さっき久しぶりにドンファイサイトに入って移行プランの一覧を見てて、あれ、モバレコエアプラスドン30、モバレコエア単体、ブロードワイマックス、ソフトバンク光の4プランしかなかったんだが、以前もう一個なかったっけ、ドンファイのライトプランみたいなのなかった？記憶違いか、それとも人数に達して締め切り。1個なくなってるね、人気すぎて定員達したんだね。先ほどドンファイから電話があったが、たったの3個で切れやがった。まさかこれで電話しましたとか抜かすぎじゃねえだろうな。キャッシュバックメール8月に送ったって言いやがった、嘘こけ。ドンファイプラン打ち切りって確実に事業畳む気だろこれ。だいたいプランは全部丸投げだから、どうなろうか知ったこっちゃないだろうし。行政指導受けてブランド価値なくなったから一旦畳んで名前変えて再出発とかじゃない？いやないなら楽天一択だろう。1年の無料期間中に他サービスの評判も固まるだろうし。
4月に25ギガ組が追い出された時って富士の200ギガ3000円とかまだあったよな。しかもドンファイから1万円プレゼントされて、どんだけ通常組をコケにしてるんだこの会社。現場からは以上です。まさにその富士 2GB 2980円を使用しています。ただどんな時も Wi-Fi の通信障害発生直後の3月中にすぐ契約したので、1万円の保証は4月からというふざけた対応のせいで1万円もらえる権利がありませんでした。頭おかしいですよね。ただそれとは全く別の話ですが、3月契約という富士 Wi-Fi の契約書をペイントで4月契約に変えて、どんな時も Wi-Fi に送って1万円保証を受け取ることはできたようです。全く別のお話ですけどね。この情報を聞いて注意&まだ私はマシなのかもってご利用ください。嫌な思いをしているのはあなた一人じゃないから、一緒に頑張りましょう。ということで最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。ピタッと Wi-Fi 小容量のプランを展開していますが、僕は月 2GB は欲しいので、まあマッチしませんね。ということで、いつもご視聴高評価コメントありがとうございます。あとチャンネル登録メンバーシップ登録もありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き Wi-Fi 業界の動向を観察考察し、情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。この動画が少しでもあなたのお役に立ちましたら、チャンネル登録高評価、応援してくれる方はメンバーシップ登録していただけると嬉しいです。あと Wi-Fi 情報だったり、今日のご飯だったり、最後まで見たよとだけでもコメントいただけると嬉しいので、よろしくお願いします。これはというコメントは動画内で紹介したり、動画のお題にさせていただいたりしますので、コメント職人の皆さん、腕を振るってご参加ください。あと一言、別の宣伝ですが、音楽もしているので、音楽に興味がある方は概要欄の URL へどうぞ。作曲依頼も受けたまわっております。ではでは、今日もいい日になりますように。レイでした。最後までご視聴ありがとうございました。昨日駅に着く前にマスクを忘れたことに気づきまして、コンビニで買いました。マスクってもうどこにでもあるし、高くもないので気軽に買えますね。マスクしないで電車乗るとか、なんかいきなり刺されたりしそうで怖いですよね。乗り継ぎの車窓からの夜景に台本の椅子越しをなぞって今と重ね